はい、どうも柳田です。今回の動画はですね、昆布市場は仕入れだけじゃないんだよということで、こちらをテーマにお送りしていこうと思います。よろしくお願いします。これはですね、横のつながりを持とうよっていうことなんですね。で、これ何を言いたいかというと、前回の動画でも触れた通り、昆布市場に来てる人はですね、ほとんどの場合がね、社長とかね、経営者とかね、個人事業主の方とかだったりするわけですよ。もうほぼもう 90% ぐらいはもうみんな社長ですよ、経営者。直接ね、仕入れに来てるわけですね。で、なんでかっていうと、このね、相場感と、市場の相場感、商品が売れる時の相場感、そして市場での競りの感覚、これをですね、人に教えるのがね、非常に難しいんですよ。なかなか難しいと。で、人がね、その社員とかを雇って、スタッフを雇って、仕入れに行ってきてよっていうね、古物市場に行かせて、なかなか自分と同じような感性とか感覚とかで仕入れてくるのが非常にね、難しいわけで、教えるのが難しいわけですね。だからほぼ、社長自身が仕入れに来てるケースが多いということですね。で、逆に育った場合ですね、社員を雇って仕入れ担当ね、君と言って、自分のノウハウとかね、相場感とか仕入れるコツとかね、こう全部教え込んだら、その社員は辞めて独立していってしまうっていうね、このね、このループなわけですよ、この業界は。そういうこともあって、ほとんどの場合市場に来てるのは社長だったりするんですね。で、このね、いろんな産業とかいろんな会社、いろんな業界を見渡して、こんなにね、なんて言うんですか、現場に社長がいるっていう業界は珍しいんじゃないかなと思うんですけれども、なかなかね、普通会えないじゃないですか。自分がその、例えば携帯ショップに勤めているからって言ってね、孫さんに、ソフトバンクの孫さんに会えることもないですし、楽天のね、三木谷さんに会えることもないとね。そんな中でね、例えばアパレル業界にね、勤めてるからだと言って、ユニクロのね、柳井さんに会えるということはなかなかないじゃないですか。でもね、この業界なんか不思議で、現場に行けば大概社長に会えるというね、これ不思議な状況なんですよ。だから連絡先を交換すればね、大概社長と連絡先の交換になるわけですよね。だからこれ何がいいかっていうと、古物市場に行ってね、自分はね、なんか結局仕入れできなかったよってなったとしても、この横のつながりを作っておくだけでかなり仕事になったりします。で、これなんでかっていうと、これも理由があって、もうすでにやられている方はわかると思うんですが、ね、普通は電脳せどりとか店舗せどりとかやるとですね、普通は商品がなくて悩むんですよ。なんか売れる商品見つからないなとか、利益出る商品がなかなかなくて困ってますっていうのが普通なんですけれども、この古物市場転売、古物市場仕入れにおいてはね、逆のことが起こるわけですよ。商品集まりすぎて売るのがめんどくさいと、利益出るのは分かってるんだけど、もうめんどくさい、でも出品するの手間だから、なんかなかなか売れないなみたいな、でも仕入れ楽しいから仕入れはしちゃうと、商品どんどん溜まっていっちゃうよみたいなことがね、起きるわけですよ。そんなね、社長とかそんな個人事業主がたくさんいるわけなんですね。これ本当に有料級だな、マジで。そんな人がね、そんな人がいっぱいいる中にね、もうただ何にもできない状態で古物市場に行ってね、仕入れできませんよっていう感じで行くとするじゃないですか。でも、この横のつながりを持っとくだけで、例えば、出品の代行することとかができたりするわけなんですよ。ね、これだけで仕事になると、これだけで利益が出せると、なんならこれだけで生活していけるんじゃないか、独立できるんじゃないかなっていうところまで行くわけですね。うまく仕組みとかを作れば、それぐらいね、なんか面白い業界なんですよ。だから行って横のつながりを作るっていうのが一つですね。これが本当に非常に重要、はい。で、2個目のパターン、さっき9割ぐらいが社長ですよって言ったんですけれども、残りの1割ですね、実際何割か分かんないですよ、1割とか2割ぐらいが、大体の場合が大手の仕入れ担当者なわけですね。で、仕入れの担当者が来るっていうことは、もう社長来ませんよみたいなところって結構大きくって、仕組み化ができていて、ちゃんと仕入れができるね、担当者がこういるわけですね。で、ちゃんと給料を払って、で、自分で独立するよりもこの会社に勤めていてお給料もらっている方が自分にとってはね、いいんじゃないかって思ってるわけなんでね、結構大きい会社なわけですよ。だからそういうね、担当者いるじゃないですか。で、社長とつながるのも重要なんだけれども、この仕入れの担当者とつながるのも何気に重要っていうことですね。なんでかっていうと、仕入れの担当者だから、ね、この担当の方とね、 LINE とか交換しとくじゃないですか。そしたら、もうよかったらね、僕こういう商品今頑張って集めたいんですけれども、もしこういう商品が出てきたら買いますんで、
ね、買わせていただきますんで連絡いただけませんかとかいうことをね、こう LINE でつながって交換しておくわけですよ。そしたら、ね、市場を返すことなく直接卸してもらって商品を仕入れることができるというふうになります。これもね非常に重要、もう分かるじゃないですか、僕が説明するまでもないですよね。こうやってね横のつながりをねポコポコ作っておくっていうことが重要っていうことですね。だから僕自身もですね、実際に古物市場に売りに来ている業者さんとかね、参加されている業者さんと連絡先を交換して、大手企業ですよ、結構大きい会社、そちらの倉庫なんかに行かせてもらって仕入れをするということがあったりします。はい、まあ、これ重要な2点目、意外とこれねやってる方他にもいます。これ2点目重要なんですよ。で、3個目ね、これね、これも面白いんですけれども、このね普通一般的な業界だとまあなかなかない、本当に3個目のね重要、これ初めて言うんじゃないかなと思うんですけれども、古物市場ね、ブランドオークションで、まあ骨董品関係、美術品関係のオークションね、でこちらに参加している方ね、みんな社長、ほとんどが社長だよっていうふうにさっき言ったんですけれども、もう一つね、あの特殊なっていうか、こういう人も参加してるんだよっていう事例ですね。これ多分ねピンとくる人はねあんまりいないと思うんですけども、それは何かっていうと、他の古物市場の主催者が参加しています。はい、これめっちゃ重要ですね。他の古物市場の買収ですね、主催してる人が参加してることが多いということです。これは何でかっていうと、まあ、これも理由解説するんですけれども、普通古物市場をね自分で開催しようと思ったら、僕、まあ、よく言われるんですけども、柳田さんこんなにそのコミュニティにねメンバーがいるんだったら自分で古物市場やればいいじゃんっていうふうに言われるんですけども、いや僕はやりませんよ、大変だからって言ってるんですけども、なんで大変かっていうと、売り人さんね、商品を集めてきて、売り人さんを集めてきて、で買い人さん、買う人を集めてきて、で場所を準備して、そこでねこうねこうやり取りして、双方が儲かるような、双方が稼げるような仕組みをねずっとね継続的にやり続けなければいけないわけですね。これを維持しなければいけないと、ね、これがねめっちゃ大変なんですよ。だから僕的には、その業界を知ってる僕的には、そんな気軽にね、あの古物市場やりますとはね言えないわけなんですよ。もうすんごい大変だろうなっていうのがわかるんで、商品は集まるんだけども、買う人が少ないと商品の値段がそんなに競り上がっていかないから、売り人さんは困っちゃっていなくなるとね。逆に商品が集まらなければ、買い人さんがこう集まっても買うものがなくって買う人はいなくなっちゃうと、このねバランスがめっちゃ難しいんですね。でこの難しいバランス、これを取るために、市場を開催しているオーナーさんですね、回収の方が何をやられているかっていうと、自分自身でも商品を集めてくるっていうことを基本的にやってます。だから大体その回収、自分でオークションをやられている方、古物市場をやられている方は、どっかのね違う市場に行って商品を仕入れてきて、自分の市場で売るっていうことをやってたりするわけなんですね。だから他の市場のオーナーがいるんですよ、結構。でたまにそのね、あの方どこどこの、 あの市場の人だよ、市場やってる人だよとかね、あの人はあそこの市場の回収だよとかっていう話になるわけですよね。これもねすごい良くないですか。だからその、ね、また、ね、横のつながりですよ。だから今日携帯持って行って、ね、すいません、最近古物市場の免許取ってね始めたばっかりなんですけども、よかったらね、なんかどこどこの市場やられてるって聞いたんで、今度行かせてもらえませんかっていう話がねできるわけですよ。ね、この時に面白いのが、まあ最近はもうあんまりないけど、例えばその方がやられてる市場が紹介制の市場だったりする場合に、もしかしたらね、紹介制なんだけど、じゃあ今度じゃあちょっと遊びにおいでよみたいな話になるかもしれないじゃないですか。まあ、これは分かんないですよ、分かんないけど。だったりとか、いよいよとかね、あのね、初めてなんで、ちょっとなんかこう、参加の仕方とかルールとかあんまりよく分かんないんで、失敗しちゃうかもしれないんですけども、よろしくお願いしますみたいなことを言っとけば、ね、実際その市場にね行った時に怒られないで済むとかね、優しくしてもらえるとかな、誰かを紹介してもらえるとかね、あるかもしれないじゃないですか。まあそんなよほどの特別扱いは受けられないと思った方がいいと思いますけど、そういうのはないと思いますけど、でもちょっとね、ちょっとだけこうハードルが下がるっていうか、なんか行きやすい気持ちになりますよね。だからこういうのも非常に重要で、活用してみてください。で結構ね情報聞けます。うちの市場でこういうの集まるよとか、君どういう商品が欲しいのとかね、うちの市場だったらこれは
がないなとかね、これは結構集まるよとかね、今度じゃあ集めとくよとか、そういう話もなったりするかもしれないんで、だからそうやってですね、横のつながりを作っておくのが重要っていうことですね。はい、このね3つ、この3つですね、意外と、忘れがちっていうか気づかないっていうか、長いことやってきてやっとはってね、あ、そういうこともあるのねっていうふうに思いつく、気づくような内容のことになります。そしてまあちょっと4点目があって、これはおまけなんですけれども、この4点目のおまけについては、ちょっと全然古物市場関係ない、古物市場関係ない話なんですけど、4点目のおまけとして、古物商の免許を取ったらですね、古物商の免許を取ったよ、中古品の転売買取やるよ、不要品あったらくださいよっていうことを、知り合いとかね、友達とか家族とかにね、こうね、告知してください、軽く。まあちょっとあまりその自分はまだ自信ないなと思ってても、友達だったら別にいいじゃないですか。で、家族だったら別に全く問題ないじゃないですか。だからこういうふうに言って、なんか不要品のね買い取りをさせてもらってください。そうすると、意外とね、みんなね、不要品って持ってるもんで、何かしら持ってたりして、もういらないなとかね、まあ、ただでもいいよとかね、そういうのあるんですよ。で、まあ、友達がやってるんだったらね、もういいよいいよあげるよとかね、まあ、いくらでもいいからとかさ、あるじゃないですか。だから、こういうことをやってみて、まず自分で買い取りっていう経験をしてみると。で、実際にその転売っていう経験をしてみるっていうことですね。これね、意外と、なんか、利益出たりします。で、今までそのなんか転売をやってると、店舗せどりとか電脳せどりとかだけしかやってなかったら、なんか知り合いとかになんかいらないものあったらちょうだいっていうのってちょっとね、なんか気が引けるっていうか、なんだあいつって思われそうじゃないですか。でも古物商の免許取って買い取りを始めましたと、ビジネスとしてというふうに言えば、なんていうんですか、大義が立つっていうか、なんか名目になるじゃないですか、ね、こういう買い取り始めたからちょっと協力してほしいなみたいなね、そんな感じになるので、まあ、そういう活用の仕方もあるということです。まあ、これちょっとおまけですね。古物市場のその話とはちょっと全然離れちゃったんですけど、まあ、そういうこともあるので、取り急ぎじゃないな、古物商の免許を取った方はまずこれ軽くやってみてください。もうこれもなんか一本別の動画にしてればよかったな、まあ、ということで、今回の動画はですね、まあ、古物市場は仕入れだけではないよと、仕入れの転売だけのそのじゃなくて、他のね重要な要素がもっとあるんだよということでお伝えさせていただきました、はい、ということで、ちょっとでもね、古物商の免許を取ったあなたのお役に立てればなというふうに思っております。最後までご覧いただきありがとうございました。次回もまたお願いします。じゃあね、バイバイ。